皆さんどうも、橋本でございます。今日は2024年最初のタイムショックです。今日のテーマはカーリング編です。ご存知の通り、カーリングは氷の上をストーンを滑らせて得点を競う競技です。現在のこの1月のシーズンはもう日本選手権が開催されており、様々なチームがどんな戦略を練るかも、もう見どころの一つになっています。今日は私がカーリングに関する問題を12問厳選して制作しました。中盤はタイムショックにもつきものの、もう変化流的な問題も織り込みましたので、皆様もその罠に引っかからないようにパーフェクト目指して挑戦していただけたらと思います。それではカーリング編参りましょう。タイムショック。